皆さんこんにちは。今回は、ティシアを引くべきかどうか。実際の評価点、弱い点問題点等を動画にしていきます。本動画は、原神の最終難易度を螺旋として、そこをクリアできるのかどうか。そちらを絶対的な評価として、最終的に、他と比較した相対的な評価もしていきます。また、本動画はキャラ愛を考慮しておりません。また、こちらは個人の評価動画です。それでは進めていきます。最初に軽い総評として、ティシアはアルベドのようなキャラだと思いました。理由としましては、最適解のキャラが来れば編成から外れるキャラクター。ですが、編成しようと思えば広く使うことができる。そんなキャラクターですね。まず、絶対的な評価としましては普通。とは一応言えます。理由としまして、星4だけの編成。例えば、ティシア、ユクアキ、ヨウヨ、コレイみたいな。星4とだけ組んだ編成でも螺旋後半で問題ないタイムを出すことができます。まず、大前提として公式の高難易度常設コンテンツを出さないという、発言、発表に対して残念ではありましたが、絶対的な基準はそこを基準にする必要があります。だから、相対的に弱いという評価になろうと、絶対的な評価においては問題ないのです。あと普通に開花してれば良すぎますからね。キャラというよりも高難易度のデフレかと思います。とは言いましたが、12-3は苦戦しました。12-2のマグー3体は慣れれば結構簡単にいけます。先ほど、アルベドと同じって言ったことに対してもう少し。はい、ティシアの能力といえば、18秒に一度のスキルによる9秒間の超中断耐性。そして、定期的に敵に炎付着と少量のダメージ。あとは、炎爆発アタッカー。火力はマイルドですが、炎酸化税値ならなんとか。列開花起動回数を増やせるとか、そういうくらいしか用途がありません。生かすなら、炎酸編成くらいしかありません。ですが、中断耐性に関しては割れないシールドと同じくらいの効果。もちろん、勝利、場合によってはトーマが貫突すれば、ティシアの枠はいらなくなります。特に序盤に関してはシールドを整えづらいので、一定の価値はあると思います。そして、列開花要因ですが、トーマでもよかったり、ディルックなど元素付与のキャラクターがいれば、割と誰でもいいですね。こんな感じでより良い代打、似たようなキャラがいる、ということが存在することは間違いありませんが、編成の広さでカバーしましょうといった感じ。ディシアで殴るなら、ベネシャンリンディシア、壁するなら妖怪関羽や放浪者。無難に行くなら列開花運用や超開花に添える運用をおすすめします。どう組んでもそれなりに活躍します。原神は3枠、あるいは2枠のサポーターのセットに、4枠目にアタッカーや、自由なキャラを置くゲームです。螺旋を見て感じた運営の方針的に、アタッカーというか編成の4枠目の要求度を下げている気はします。続いて、探索や防御面について。探索で使えるから、海染めで使えるから。とりあえず、耐久性は高いから。という理由で引くことはおすすめしません。このゲームで価値のあるキャラクターは、表裏問わず火力が出せるか、そのついでに回復や火力貢献ができるか、です。まず、螺旋においては時によっては、勝利ですら星36クリアの邪魔になります。とりあえずヒーラーとして適当にココミを入れる場合もなおさら邪魔になります。螺旋はタイムアタック DPS チェックコンテンツなので、安定化は、クリアできる戦力になってから、というのが自分の考えです。また、探索において正直序盤はヒーラーはいなくてもいけます。最終的にベネットか勝利、あるいは金箔や回復料理、時によっては攻撃料理を使い、緊急回復には七点心臓を推奨します。また、探索においては自分は最終的に編成から抜けやすいもののアルベドは評価しております。1枠で火力を出しながら、一応結晶を作り中断耐性や申し訳程度の耐久も提供しますからね。一方でディシアはどうでしょうか。少量の追撃ダメージと、中断耐性と耐久、海染め使えば少し追加火力も出せますが、正直微妙です。防御系のキャラは、防御プラス何か、火力系のことができないと、自分は魅力を感じません。特別な役割を考慮しない限り、配布のバーバラ入れても同じだと思います。
ちょっと語弊がありますが、ヒーラー等回復系を編成に必ず一人でも入れたいなら。特に探索においては水付着が邪魔かもですが、バーバラでも。深い理由がない場合は問題ありません。ここからは、ディシアの問題点について。まず、追撃が 2.5 秒に一度しかありません。確定で炎付着で蒸発や溶解ができますが、火力が低い。さらに、今は開花の時代です。祭礼で工夫はできますが、標準状態では、スキルは CT が長い、炎付着をループさせるには爆発が必要で、アヤトやココミのような完全設置の水付着装置がいる。さらに条件はアルベドやライデンと同じダメージ発生時なので、シールドの敵に対して無力です。続いて、少し前後しましたが元素爆発は通常攻撃ではありません。ユクアキ、イエラン、フィッシュルなど、通常攻撃連動キャラとの、元素爆発の噛み合わせが絶望的です。続いて、元素爆発の使用。ディシアの元素爆発は合間にダッシュを挟めるのですが、挟める意味はあるのか？おそらく、自動攻撃の補填なのですが、これ、敵の範囲攻撃から離れたいとき、ダッシュで離れたいのに、勝手に近づいていくんですよね。カブトチャールのプレス攻撃とか、生涯の落下攻撃とか、あの辺の攻撃一瞬離れて近寄りたいのに、結局敵の方へ方へ近づいていってしまうのよね。継続4秒だから気にするほどでもないかもだけど。続いて、ディシアの肩代わりですが、肩代わりの判定が、受ける総ダメージに依存してるようで、肩代わりの最中にお亡くなりになることがあります。まあ、そういう場合はすでにパーティーが壊滅してる場合が多いと思われますが、フータオやシノブのようにストッパーがないので、ここは調整してほしかったですね。ちなみに章は、現在時点の HP3 章で自称するので、一応ストッパー的なものがあります。続いて、列開花自体が開花の中でも使いづらい。という点です。まず、列開花と同時に発生しやすい反応に燃焼があります。燃焼すると問答無用で草元素が食われるので、水を付着して進化して、さらにそこから草と水が必要です。また、水と草では草が下地になりやすいので、燃焼が多く反応しやすい。燃焼の事象が敵へのダメージは低いくせに、こっちへはだいぶ痛かったり、超開花は同時に起こる激化で、ダメージを伸ばしやすいこともあったり、列開花の攻撃範囲が広い分、事象もしやすかったりと、列開花自体が個人的には少し微妙です。ですが、環境的にはかなりまともなダメージを出しやすいというのも事実です。続いて、ジャンプキャンセルです。元素爆発中にジャンプ、あるいは、凍結すると確定で爆発が止まります。ジャンプのみでの解除はともかく、凍結強制解除の方ですね。ライデンやイットとかあの辺の爆発アタッカーは、凍結しても解除されれば殴り続けられるのに悲しいですね。アヤトのスキルみたいに、ボタン長押しで通常攻撃判定にして欲しかったですね。連打も連打で、もっとオラオララッシュ形式の方が爽快感あったかもしれません。最後です。中段耐性の付与が12秒欲しかった。元素スキル置き直しを考慮してのことなんでしょうか。11秒とかでもいいので欲しかったですね。レイラのシールドが設置硬直含め同じくらいの継続時間なのですが、固有テンプではなく、スキルエリア自体の中段耐性もあるので、多少は住み分けがありますが、もうちょっとレイラとの差別化もして欲しかった感じがあります。というわけで、ディシアの評価なんですが、螺旋をベースに置いた評価では、クリアできるキャラです。それぞれの専門家にはかないませんが、テンプレ編成の対応する枠にぶち込めばいいと思います。で、相対評価的なあれです。低い優先度はかなり低いです。まず、3.6 から工場に入ります。固有テンプに手なりのレーダーみたいに、必ず編成する場面があるかと言われると、微妙。性能についても、アルベドの代わりに防御型炎アルベドが工場に追加されるのかって感じ。防御系へのユーティリティ汎用キャラは、攻撃系に比べて、螺旋タイムへの貢献が小さくなりやすい。ということで、優先度は低くていいと思います。ただ、工場キャラクターですねって言われたら納得する性能をしていますね。
強い理由がない限りは、工場から出ることをお勧めいたします。一応最後の最後に補足として、空中の敵への追撃後、劣化以下を起動できないということもありますが、こちらは、そういう敵が珍しいこともあり割愛します。ということで、今回はディシアの評価についてでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。